こんにちは、ファイトです。今日も頑張ろう。今日はシューズについてだよ。ジムに履いてってるシューズを紹介します。じゃん、こちらアディダスのこれ上履きみたいなシューズですね。ポイントはそこに穴が開いていて、こうやって蒸れない通気性がいいのがねポイントです。それとここメッシュのね素材になってるんでね、まあ足元、まあ走ることジムでね有酸素運動ほとんどしないんでね、こういったねまあね使い勝手がいいものにしてます。はいね、底の厚みだけでねこれね持ち運びできるからね、このコンパクトさもねすごくね自分は好きですね。はい、前回ね、このタオルもちっちゃいし、ちっちゃい同士でねもうねコンパクトの荷物をねした方がいいと思ってるからね。ということで今日はどんな靴でジム行ってるかっていう、ジム行ってるんじゃないよ、ジムで履いてる靴のご案内でした。じゃあねー。はい、ではですね、今日おまけとしてですねアディダスのねこのねこのロゴについて、皆さん知ってますか、アディダスのロゴ。これほらなんかさ三角形になってる飛び箱みたいなロゴなんだけど、本当はねこの前はねトレホイル3つの葉っぱ、うん、だけどあれはねなんだ大麻、葉っぱをね連想させるからってね、スポーツではねこっちのねマークにねなったんですよ。だからあのトレホイルっていうのはね、どっちかというとねスポーツ系じゃなくてねおしゃれ系の方の、はい、トレホイルっていうマークになって、スポーツはこれね。でこれはスポーツ用品店とかで売ってるマークなんだけど、さらにねディスカウントストアとかでね安いところでね販売してるのがアディダスネオっていうやつね。なんか 丸いマーク、あれはねアディダスネオっていうやつなんで、どっちかというとね庶民的なね価格帯になってますね。でレベルがだからあるんですよ。トリーホイルの方が一番、まあ、ハイブランドっていうか高級で、2番目がこっちで、それで3番目がアディダスネオって言われてると思います。はい、そういうことで、だからどうしたんだっていう話でした。じゃあねー、さよなら。